えー、今回は予防歯科が可能にする新型コロナウイルス対策、航空ケアによって免疫力アップです。つまり、粘膜が免疫力を発揮する変ですよ。新型コロナウイルス感染患者数が再び最近増加していますね。ちょっと気味が悪いですね。視聴者の皆さんは大丈夫ですか今日は歯のクリーニングによって 新型コロナウイルスの感染が予防できるというグッドニュースについてお話しします。基本的にはですね、新型コロナウイルスの感染経路は飛沫感染だと言われていますね。まあ、接触感染もあると思いますし、空気感染もあるかもしれません。で、その飛沫感染とは、感染者の唾が自分の鼻や口から飛び込んで、 感染することなんですね。カラオケや大勢が集まるライブハウスなどで感染者が出たのは唾などが飛びやすかったからですね。それでもその場にいた全員が発症しているわけではないんですよね。その理由について3回に分けてお話し,しますね。今回は粘膜免疫編です。鼻やくの粘膜には 粘膜免疫と呼ばれる病原体に対する防御機能が備わっているんです。粘膜免疫は口から入った病原体が粘膜に付着すると全身の免疫にシグナルを発するんです。付着した粘膜の近くのリンパ組織を介して病原体の侵入を阻止する物質である分泌型 IgA 抗体を唾液中に分泌しまして 素早く病原体に対応するんです。コロナウイルスやインフルエンザウイルスなどは、喉や器官の粘膜で増殖するために、この粘膜免疫は感染防御にとてもとても重要で有効なんです。口の中には常に300種類以上の細菌が生息していると言われています。それぞれがうまくバランスをとって共存しているんです。 口の中に細菌が存在することで多くの病原体の感染を防ぐことができるのです。しかし、口の中が不衛生になり、細菌が過剰になってしまうと、一部の細菌が生み出すプロテアーゼなどの物質によってですよ、粘膜の防御機構を破壊してしまうんです。まだ唾液の殺菌効果はよく知られていますが、 日頃から口の中が綺麗に保たれている人は殺菌効果も高く外部から侵入する細菌やウイルスに対して強い抵抗力を持つのです。そうです。航空ケア、航空メンテナンスによって新型コロナウイルスに打ち勝しましょう。次回は新型コロナウイルス感染症の重症化予防について鶴見大学私学部 原田信弘教授の論文に基づいて、私なりに解釈して解説したいと思っています。大口博士四角ニックプレゼンツ、歯にまつわる健康知識でした。